ウモボーイです、今日は10月の26日の土曜日なんですけれども、本日はジョーダン1のシャタバが発売されるということで、それの並びに行ってこようかなと思います。で、今日はねちょっとアトモスのドレスコードは持ってなくて、ビリーズのドレスコードを持っていたので、今回はビリーズに並びたいなと思います。で、ビリーズもねちょっと今日は珍しくて、あのジョーダン1のモデルを少しね絞ってたんですけれども、まあ、自分の持ってるジョーダンがね、まあ、一応入っていて、今回はジョーダン1のねオブシディアンを履いてます、まあ、今日発売するシャタバは結構素材がテカテカしてて、あの好き嫌い分かれるかなと思うんですけれども、まあ、皆さん的にはどうですかね、まあ、自分はねちょっと実物見ないと、まあ、何とも言えないんですけれども、まあ、今日も多分数は少ないんじゃないかなとは思ってます。で、今日久々のスニーカーの並びなので、まあ、結構ねすごいワクワクしてるんですけど、なんか今日当たるんじゃないかなってね個人的にはすごい、まあ、思ってます。まあ、多分今日当たるんじゃないかな。まあ、今日はあの知り合いの支援という形で、まあ、並びに行くので、まあ、自分のあの目当てのものじゃないんですけれども、まあ、いつもお世話になってる方の、まあ、支援なので、まあ、当たればいいかなと思ってます。そんな感じでちょっと早速、向かいたいなと思います。で、全然関係ないんですけれども、OVO がね日本にオープンして、でオンラインで、AJ4 をね購入したんですけれども、あの購入してから1週間経ってもねまだ発送が来なくて、まあ、全然届かないんですけれども、同じような人っていますかね。まあ、自分の周りでもねちょっとまだ届いてない人いるんですけれども、あの配色がめちゃめちゃ好きな配色で、まあ、ちょっとねどうしても欲しいなと思ってるんですけれども、まあ、正直ねあれストック X で買っても値段がねそんなに変わらなくて、今回ね定価が26,000円だったんですけれども、まあ、送料とかいろいろ入れたら、まあ、大体3万円近くなったので、まあ、ちょっとねキャンセル食らったらストック X で、購入しようかなと思ってます。もしねまだ届いてない方とかいたら、ぜひねちょっとコメントの方をお願いいたします。はい、ということで近くに着いたので、これから知り合いと合流したいなと思います。いや、かっこいいな。これスパイダー取れるかな。いや、ここもあれっすよね。多分これで取れたがバッチリっす。これらしいですよ。かっこいい。光らせます。いや、さすがに光らせます。行きます。やっぱすげえ。トカトカ。はい、ということで並び終わったんですけれども、まあ、今回ビリーズはだいたい80人ぐらい並んでいて、で当たり券が14枚 で足数も14足だったので、まあ、当たり券引いたら、まあ、買えるかなっていう感じでした。でちょっとねカメラが調子悪くて、あの撮ってる時になんか変な感じに、まあ、なっちゃったんですけれども、まあ、今日はねちょっと購入することは、できませんでした。で自分の知り合いが何人か当たったので、まあ、実物見せてもらったんですけれども、
やっぱ想像以上にねすごいテカテカしてましたね。まあ、自分はね個人的にはあれより今日知り合いが履いていたハロウィンダンクが、まあ、めちゃめちゃかっこよくて、あれはねちょっとぜひ狙いたいなと思います。まあ、多分スニーカーズでも発売があって、今のところね10月31日に発売があるので、あれはちょっとぜひとも狙っていきたいなと思います。まあ、今んとこ欲しいのは多分ハロウィンダンクぐらいで、他多分欲しいのあんまないんですけれども、まだねちょっと購入したスニーカーで紹介できてないスニーカーもね何足かあるので、それもまた随時紹介していきたいなと思います。はい、そんな感じでまたねちょっと欲しいスニーカーとかあったら並びに行きたいなと思います。ということで今日の動画は以上となります。よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。